薄葉ミキリのオス、薄葉ミキリは、小種目カミキリムシ科に属するカミキリムシである。本種の和名は、上羽の厚みが薄く、透けたように見えることに由来する。日本産のカミキリムシでは、白筋カミキリ、ミヤマカミキリと並ぶ、最大種で、体長は30から58ミリメートルに達する。ただし、体格の個体変異が大きく。 大きなメスは60ミリメートル近くになるが、小さいオスは30ミリメートル程度にとどまる。体は全体にやや扁平。頭部全胸背板は荒い天国が密生する。太髪切り赤の白筋や髪切り赤の三山と異なり、ノコギリ髪切り赤共通の特徴として、大顎は頭部下方ではなく前方を向く。メスは三来行動以外でも、 産卵管が微単から露出している。体色は暗褐色、または赤みがかった茶色。一部離島を除く日本全土に分布。成虫は5から9月に出現。最盛期は6から8月である。また、同じア族に属し禁煙なトゲウスバカミキりは、南西諸島と八丈島に分布し、7月下旬が成虫の活動をする最盛期である。夜行性。 気象性が高く、10によく飛来する。日中は、自らが育った植樹、または産卵場所となる、衰弱木や立ち枯れの洞や樹皮下に潜み、夜間それらの気氷を歩き回る。野生状態では、はっきりした後食行動がほとんど観察されないが、飼育下では、果物や糖分の多い液体を食べることがある。また、 尿酸からなる白いチューブ状の糞を盛んに排泄する。彼らは非常に気性が荒く、複数の個体を同じ容器に入れるとたちまち激しく噛み合って、触角や足を欠損する。野生状態でも俯瞰品の個体が珍しくない。幼虫は各種紅葉樹、新葉樹の衰弱儀、生木腰部、立ち枯れ、倒木の材部を食害し先行する。これら植樹は、 材木として利用されるような状態の良いものではない。ため、本種は他のカミキリムシのような林業上の重要害虫とはみなされない。深から浮かまでは数年かかるとされる。修霊幼虫が何例なのかはよくわかっていない。ヨーロッパや世界各国では本種の仲間の幼虫がかつては食用にされ、日本でも昔カミキリムシの幼虫を鉄砲虫と呼んで食していたが、 本種もその中に入っていた。ジャン・アン・リファーブルは、次著、昆虫記の中で、古代ローマで珍重された食材、コッススとは、学名コッススイエヌ、カサスカサスの木刀がではなく、薄葉カミキリ類の幼虫のことであると断定している。薄葉カミキリの仲間を記した、が、カミキリムシ中、頭部が前後に扁平し、大顎が下方を向くのは太カミキリアカのみである。それ以外は、 全赤通じて頭部が、縦平足し大顎が前方を向いて備わっている。これに加え比較的近縁なに赤イコール、ニセクワ型カミり赤、赤、及び薄葉カ切りの含まれるノコギリカミキリ赤は、頭部全境関節の低位置も大顎が前方を向く、角度となっている。ニセクワ型カミり赤、ノコギリカミキリ赤、そして、鼻カ切り赤は、植樹が腰目、腰材、コシザイ しかも比較的普及の進行したそれらを食事とするため、農林業害虫と見なされにくい。またこれらのうち花髪切り赤が愛好者の多さも手伝って、最も研究の進んだカミキ切ム虫のグループであるのに、対し、他のに赤はごく一部で食用とされる以外利用もされないため、液いともに関心が薄い傾向にある。こういった背景から、ノコギリキ切ア赤の一員である。 薄葉ミ切りは、大型、普通種でありながら未知の部分も多い。禁煙種として、日本では、トゲフチオウスバカミ切り、トゲウスバカミ切りを算する。また、薄りオウスバカミ切りが、宮崎県で採集された記録があるが、わずか3例であり、土着個体かどうか疑問がある。禁煙種は、ノコギリカミキリや、大型のカブトムチとしては珍しく寒冷地に分布する。 薄りオウ薄バカミ切り、全種が長くなく、甲子と腹部が見えている小羽カミ切りに、噛み切り虫特有の発音ができない、黒カミ切りなどがいる。南半球の熱帯雨林には、他種多したような種が多く、顎ごひげ薄バカミ切りのように大顎に毛が密集した種や、大バウ薄バカミ切りのような大顎が巨大な種に、タイタンオを薄バカミ切りという世界最大種のような、ものまで、非常に数が多い。 ありがとうございます。